こんにちは。本日は第2弾のグッズを発売させていただけることになりましたのでご報告させてください。今回は2点開発を行いました。1点目が意味がありそうですごく意味があるバタースウェットです。私自身街で人の服に書かれている文字を読むのが趣味なので読んでみたらめっちゃ意味あるじゃんとなるような服を作りたくて完成しました。バターは使うと焦げやすくなりますが料理をまろやかでコクがあり香り高くしてくれます。パンにつけると最高でバター醤油をご飯にぶっかけることもできます。なんだかマンネリ化してきた料理もバターを加えてみたら新しい味と出会えます。しかもバターの種類によって全く違う味のパンができたり炒め物ができます。ジャムを作るときにバターで炒めると美味しくなります。協調性も個性もある生きる人すべてを肯定するためのスウェットをこだわりを持って開発しました。この意味がありそうですごく意味があるバタースウェットはサイズは SMLXL の展開です。色は汚れてもいいようにブラック1点にしました。お値段は税込みで5093円でございます。ちなみに私は M サイズを着用しているのですが身長164センチ、51キロくらいでこのような感じです。袖は寒かったら手が半分隠れるくらいの余裕があります。丈は全力で伸ばすとヒップの2分の1くらいです。2点目が俺の嫁パーカーです。オタクは推しを全面的に身につけてアピールしたいという個人的な見解をもとに開発しました。一見何も知らない人が見るとシンプルなのでリモートワークやオンライン授業、オンラインゲーム中でも家族の前でも着れますし自分だけが意味を知っているという優越感に浸ることができます。あとはえのきを切らしている時のメモ代わりとしてもご使用いただける高性能なパーカーです。俺の嫁パーカーのサイズ展開は SMLXL サイズです。色はブラック1点です。お値段は5093円です。164センチで51キロの私が着てみるとこのような感じで M サイズを着ております。帽子がついています。でこの紐で調節することができます。長さは全力で伸ばすと手が半分隠れるくらいです。丈は全力で伸ばすとヒップの2分の1くらいです。でここにポッケがついていますのでスマホを入れたりお金を入れたりお守りを入れたり大切なものを入れるようにすることができます。さっきのスウェットもこのパーカーもなんですが生地がすごく柔らかいので着ながらゆったりとくつろぐことができます。意味がありそうですごく意味があるバタースウェットと俺の嫁パーカーは本日2021年2月3日18時から発売させていただきます。概要欄のリンクから飛べますのでお揃いにして皆さんで連帯感を感じませんか。以上です。